それを知った全学年は、
司马迪他说他把他一打我说他就是他一打警察局の機能部隊と全学連の間で1ヶ月ぐらい作ったんですね。まあ、日本国民の将来はどうなるかね、非常に心配してたんですが、ある時突然、両者の戦いが静かになって、全学連の方からですね、この赤トンボの歌をですね、歌い出した。歌い出した。それがしばらく赤たん坊の歌を歌っている間に、今度お前さんの方から、機動部隊から、やはり赤とん坊を歌いました。今までもう大変な戦いの言葉と、あるいは、武力で相互に戦っていた人たちとの2つの団体は、一緒になって、まあもちろん距離は離れていますけれども、そこで赤トンボを歌いました。そして、先前に、2人と両者の間に平和の誓いがあるんですね。そして、立川に飛行機が、自分の自衛隊の飛行機がアメリカの航空隊が出るんですけれども、これを見てですね、本当に現代の青年にそういう人を思う心がないのか。違うのね。あるんですね。ただ、そういうことを教える団体がいないわけです。まあ残念ながらですね、日本にはいろんな宗教が来ています。仏教、それから、儒教、それからいろんなカトリック、クリスト教、マーメット教などいろんな宗教団体が来てるんですけども、この宗教団体がですね、生まれた場所はですね、日本と違うんですよ。日本はね、世界一きれいな自然の国なんです、花の国なんですよ。ところが、キリストが生まれた。イスラエルはあれっこしたの。あるんです。で、マホメットはアフリカ、アフリカじゃなくてアフリカ、中近東、それと砂漠があるんです。仏教でいいんです。お分かりのと。日本のこの優しい自然がないんです。したがって優しい、その荒くれた大地であると、優しい自然とに、育った人間が一つになるわけはない。ここはですね、今の政治が宗教が分かっていない。荒くれたね、教育を受けた、キリスト教、カトリック、マホメット、儒教、そういう教育を受けた、この大自然を除外して、論理と哲学と神学で叩き込まれた宗教を日本に持ってこようとしているという宗教。これでは日本の若者はついていけない。日本人というのは美しい自然に囲まれて生きてきたんです。論理では分かっても心でついていけないんです。論理では分かる。哲学、神学、東大でもいくら言ってもいい。あるいは早稲田でもいくらでも、神学、哲学もたくさんある。そしてカトリックはですね、カトリックのプロテスタント。学校で一番、私学で一番有名な学校はですね、私学、カトリック普通さんでしょ。仏教の私学。これが一番その日本の小学校、幼稚園、中学校、小学校、大学の私学の中心を占めているのはカトリック普通さんでね。そういうふうな、青山にせよ、ね。いつか上司にせよ。今食べてるな。みんなキリスト教なんです。しかし、キリスト教もですね、プロテスタント仏教もですね、あれどで育った教会なんですよ。考え方が違う。幸いですね、神道もあるんですけども、神道さんは、
最初はどうしてね、森の中に静かに沈道を暮らして、沈道で学校がありますか、社会人がありますか、幼稚園がありますか、保育園がないです。自分のアマテラスを見る神様と、朝にはおばあちゃんのが知っている。体重の中に、体重の中に入っていない。結局、結論の時に言えば、日本にはですね、日本人の本当の心を愛する宗教はない。これは極端かもしれない。そう。日本から生まれていない。この日本というのはね、大自然の中で一番美しい国なんです。私の愛する、まあ、ちまちという学者ですけども、エミさん、これはイタリア人です。もうお亡くなり。エミさん、日本が素晴らしい。どこ、一年中どこかで花が咲いているって言ってます。おかげさまで、今度は富士山がですね、美しさの見ての世界のですね、公約の財産として認められる。つまり、日本人はですね、自然の美の中に育てられて生きてきたんです。これは自然の美を愛そうという宗教を唱える哲学心が教えはない。人を愛しましょう。動物を愛しましょう。これはあります。我慢しましょう。しかし、自然と一つになれば、自然を愛しよう。花を愛しよう。そういう教えはない。で、そこで、そういうふうに育ってきた警察、日本の警察と、優秀なお前さんですね、優秀な公務、子供公務所の大学についてはぶつかっちゃう。両方もそういう美、美しい花の教育を植えていない。論理づくめの教育をやらせる。外国の論理づくめの教育を植えてやってる。本当に彼らの心の中に、日本という美は育っていなかった。そこで、ある人が、ある青年が、赤トンボを歌いたい。それを聞いて、多くの若い学生が、お前さんたちが、本当の日本に帰りつく、入っていく。本当の日本人の心に帰っていく。そしてどうした？日本人の本当の心に帰って、敵が味方の容赦がある。赤ちゃんを訴え出したんです。そこで平和だった。そうか、私は。決して今の若者が宗教している人がいない。倫理性がないと言われない。日本人が古代から持ってきていた義に対する憧れをなくしなくてしまった。ついて、ここな。義に対する憧れ。義を追求する憧れ。これを日本の教育になくしてしまう。外国に難しい料理を持っている。哲学を持っている。これ、来る。それで、私が、赤ちゃんを持っている。今までこんなに優しい。心を収める赤ちゃんを、この人、選ばれた哲学の、選ばれた東大の人が、学芸なんだ。本当の日本人の心に入っていく。よく悪いこと。日本人が世界一になったんだけどですね、もう一回花を愛する日本人にならなきゃいけないんです。花を愛する日本人。結構愛する日本、経済でも愛する日本人ね。もう一回花は自分の部屋に、花の一輪を置ける日本人になって、これだけ日本をですね、世界一の日本に、まあこういうわけでね、こういうわけで今日はですね、私はですね、そしてこの日本を飲みをするバイブル聖書はどこにあるか、あるんです。明治大正時代にどう歌を作った小学校
gusto de Cuba, o sea, que se supone que otra vez la madre y toda la Georgia, la gran señora, y sus casas han hecho las no pueden existir. A tu Eva, por lo tanto, lo que hay en eso. Por lo tanto, la carne, con todo eso, dos o tres que no lo sigue la gente de Cuba, y la ley es que se hace en el ¡Gracias!
本領の窓が出た本領、そして今日は寝るんだ、無理のそこよりもこの質素な窓の芝に寝た方がいい。なんと清らかな夏の夜だ、月は春でなんだ、そして星は虫は私のほうなんだ、虫なんか知らないように勝手に死んでいけじゃない、虫は今になってもかわいそうになってそうでもないと、あ、まあお前か、では僕の友達で話しかけ、こういうこの歌を僕のラブが虫に話しかける日本人が果たして何でいるんですか。私は今は本人は虫じゃないけど、これとしばらくって話しかけるのこのシーンは虫こそ私の友達、友達じゃなくてどうじゃない、自然には自分の心を分けてくれるものが、自然が、花が、鳥がたくさんある。おお、我が友はこの大自然、この好きにとって友はこの大自然、お金を一緒に飲んで付き合うのが必要ない、この自然こそ、これですね、わかりました。夜中になってもう一回心を込めて歌いましょう。では歌いましょう。女子、日本女子、この人は合唱団のある
ecco poi gli ioni, ah no, no, però, intanto gli ioni, anche a me, non ho la casa, non ho la casa di loro, ma non ho la casa di loro, non ho la casa di loro, thank you.
Vale.